トム・クリス・テンセンはデンマークのレーシングドライバー。2013年現在ルマン24時間レースで史上最多9度の総合優勝を飾っており、ルマンマイスターの異名を取る。1984年にカートを始めたのがレーサーとしてのキャリアの始まり。1989年にドイツ F3 選手権に参戦を開始し、1991年に ドイツ F3 のシリーズチャンピオンを獲得した。翌1992年に来日し、全日本 F3 選手権に参戦。1993年には全日本 F3 でもシリーズチャンピオンに輝き、インターナショナル F3 リーグで優勝した。1994年1995年には、全日本 F3 全選手権、全日本ツーリングカー選手権にも参戦し、 1994年の JTCC ではシリーズランキング2位。1995年の全日本 F3000 ではシリーズ終盤までランキング首位に立って最終的にはシリーズランキング3位に入る活躍を見せた。1996年にヨーロッパに戻り国際 F3000 選手権に参戦を開始した。そして大きなキャリアの転機となったのが1997年。 トム・ウォーキンショーレーシングが開発したポルシェ WSC95 を走らせるチームヨーストに加入し初参戦となったルマン24時間レースでミケーレアルボレート、ステファン・ヨンソンといった経験豊富なチームメイトにも助けられいきなり総合優勝を飾った。翌1998年には同年限りで F1 から撤退するティリルのテストドライバーとなったほか BMW がウィリアムズと共同開発した BMW V12 LM でルマン24時間レースに参戦したが結果はリタイア。翌1999年もシュニッツァーモータースポーツから BMW V12 LMR でルマン24時間レースに参戦するがまたもリタイアに終わった。ちなみにこの縁で2000年にはウィリアムズ BMW で ミシュランの F1 復帰に先立つタイヤテストも担当している。2000年にはアウディと手を組んだチームヨーストに復帰、アウディ R8 でルマン24時間レースに参戦。以後2005年までルマン24時間で総合6連覇を達成し、ジャッキー・イクスの持つルマン個人最多勝を記録だった6勝を塗り替えた。この中で2003年のルマン24時間レースには、 アウディと同じ VW グループのベントレースピード8で優勝。2004年のルマン24時間レースには日本のチーム郷から出場し優勝するなど、当時のクリステンセンはまさにルマンの優勝を受け置い人であった。2006年からはマシンをアウディ R10TD に乗り換え2008年のルマン24時間レースでは3年ぶりに総合優勝を飾っている。 2013年ノルマン24時間レースでは、アウディ R18E、トロンクアトロで9回目の総合優勝を飾った。2004年からは、ドイツツーリングカー選手権にも参戦を開始。シリーズチャンピオン獲得には至っていないものの、アウディワークスの一角を占める名物ドライバーとして、存在感を見せていたが、2009年をもって、DTM から卒業し、 スポーツカーレースに専念することを表明した。2014年8月には長年の活躍を称えられ、デンマーク王室からダンレーブロ勲章を受賞した。レーシングドライバーとしてデンマーク王室から勲章を受けるのはクリステンセンが初めて。2014年11月19日、同年いっぱいでの現役引退を公表。同年11月30日に、 インテルラゴスサーキットで開かれる FIA 世界耐久選手権最終戦がラストレースとなる。引退後も引き続きアウディに席を置きチームのアドバイザーを務めていたが2016年でアウディが WEC から撤退したためその後の挙手は不明。レース活動の一方で2010年からは F1 スペイングランプリのレーススチュワードを務めている 2016年に国際自動車連盟ドライバーズコミッションの委員長に就任した。ルマンでは圧倒的な強さを見せる一方で、レースオブチャンピオンズでは過去5回決勝進出しているものの一度も優勝がない。ドイツフォーミュラ3選手権全日本フォーミュラ3選手権、マカオグランプリ全日本 F3000 選手権、フォーミュラ日本国際 F3000 選手権、 アメリカンルマンシリーズインターコンチネンタルルマンカップ FIA 世界耐久選手権ルマン24時間レースセブリング12時間レース全日本 GT 選手権全日本ツーリングカー選手権全日本ツーリングカー選手権ドイツスーパーツーリング選手権イギリスツーリングカー選手権ドイツツーリングカー選手権ありがとうございます